これはセンターの頭上を越えていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで5連打。ツーアウトランナー二塁。バッターボックスアリアス、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを二塁に置いています。抜けたような感じになりました。大きく外れます。2球目打ちました。これはどうか。このフライはどうだ。落ちるか。ヒットになった。セカンドランナーホームイン。三塁へ送球。タッチはアウト。これで3アウト。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。8回の裏タイガースの攻撃です。一方ファイターズはピッチャーが変わります。西村、新庄バッターボックスに入ります。タイガース攻撃が噛み合い大量リードで8回の攻撃に入りました。赤星さん、点差はあるんですけれども先頭バッターとして役割をぜひ果たしてほしいところですよね。そうですね、点差があるからこそ丁寧につないでいくしかありませんからね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。バッターはダイソーから起用されている江越。ヒットでランナーを一塁に走ってきた。ヒットエンドラン。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。タイガース1点追加します。タイガースなおもチャンスです。さあバッターボックスには先発の中村入っています。調子は悪くはないですから次の回もということでしょうね。そうですね。打ちました。これはセカンドライナー。打順は1番に帰ります。バッター亀山。先ほどのヒットはナイスバッティングでしたよね。今日は調子が良さそうですよね。打ちました。痛烈な打球。切りました。ファールボールです。打ちました。ライト下がっていく下がっていく。ボールはそのままフェンスに直撃。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。タイガースなおもチャンスです。2番バッター糸原、先ほどの打席でタイムリースリーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティング。初球打ち。この打球は落ちるか。どうだ。ライト掴んで2アウト。三塁へ送球する。バッターボックスには3番八木、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。はい、この打席も引っ張った。これはどうだ。ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みます。タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。タイガースちょっと一方的になってきました。バッターボックスには4番石峰、先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。打ちました。松本一塁送球。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース3点を追加しています。タイガースのリード広がっています。タイガース打ちに打ちました。大量リード大量得点で勝ちました。いや小宮山さん、選手が本当に生き生きとプレーしてますよね。そうですね、これどこまで続くかちょっと楽しみになってきましたね。そうですね、非常に強さを感じました。勝ったタイガース大量点を取って大勝ということになりました。一方のファイターズですが非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが大勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
岡ヤフオクドームからお伝えしてまいります。セパ交流戦、福岡ソフトバンクホークス対阪神タイガースの1回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。さあ、間もなく試合が始まるわけですが、西さん、試合前というのはビデオをチェックしたりデータを集めたり、西さんは結構そのデータ重視されるタイプでしたか？まあ、一応ね、相手のデータを見ながら、試合に臨みますけれども、まあ、どのチームもちゃんとミーティングをして試合に臨んでます。そうですよね。そのデータをどう活かしていくんでしょうか？まずはホークスの先発バンデンハークがヤフオクドームのマウンドに上がります。どう立ち向かっていくのか注目です。西さん、1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってました。はい、なるほどね。はい、初球空振りです。打ちました。取った。一塁送球します。アウト、ワンアウト。バッターは亀山。バンデンハーク、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャーバンデンハーク、そしてキャッチャーは甲斐。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。内へのボール外れました。真ん中決まった。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。空振り三振。バッターは注目のルーキーバース。ツーアウトランナーありません。打ちました。いい打球だ。伸びていく。どうだ。入れば先制。入った。ホームラン。先制ホームランです。タイガース、これで6試合連続のホームラン。初球でした。打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。ホークス先制を許します。1対0。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。いきなりのホームラン、あっという間に先制点を奪われました。さあ、バッターは八木。この打席でホームランを放てば今シーズン40本。初球打ち、高い打球センターの頭上、ぐんぐん伸びて入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。初球でした。弾き返された打球はスタンド深くまで運ばれてしまいました。ホークス追加点を許します。2対0になりました。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。ご覧いただきましょう。スタンドまで運ばれてしまいました。この後の投球に影響が出てしまうんでしょうか。完璧に捉えられてましたよね。立ち上がりを攻められています。バッターはオマリー。ホークス初回から相手打線に捕まっています。小宮山さん、不安の残る立ち上がりとなっていますよね。本来のピッチングとはちょっと違いますよね。修正できるかどうかがポイントになりそうですね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。初球ボール。外のボール、まっすぐでストライクを取りました。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。これが4球目。打ちました。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。これで3連打。ツーアウトランナー1塁。バッターは注目のルーキー松永。ヒットでランナーを1塁に置いています。高めの変化球から入りました。2球目打ちました。ここはフライになっています。ショートが落下点に入ります。今宮が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース2本のホームラン。2回に入ります。7番から始まるタイガースの攻撃。
バッターはアリアス。さてホークスの先発はバンデンハーク。これが2試合目の登板になります。前回の登板は4回3分の2を投げて勝敗はつきませんでした。空振り。156キロがいきなり出ました。ボールになります。3球目は何で来るか。大きく外れてボールです。まあ、ここはバッターの狙いがわからないならアウトローのストレートですね。なるほど。打った。大きな打球になった。打球を追っているがこれはヒットになりそうだ。レフトオーバーのヒットになりました。二塁へ送球する。バッターランナーは二塁到達。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。さあそしてバッターボックスには梅野が入っています。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。序盤でリードされている分ここは離されないようにしないといけませんよ。なるほど、そうですよね。打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。3対1ホークス、これで2点ビハインドとなりました。抑えたかったんですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ、踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。この序盤戦さらにリードを奪われます。さあ1塁に追加点のランナーを許しています。バッターは糸原。まあバントの上手い選手ですしここはバントでいいと思いますね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。一塁牽制。一塁はセーフ。インコース決めてきた。ノーボールツーストライクです。打ちました。これはどうか。ショート取った。二塁そのまま入ってフォースアウト。どこか痛めたか。痛そうにしています。ちょっと心配な状態です。打順はトップに帰って真由美。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。タイガースダブルプレーでランナーなくなりました。打ちました。取った。一塁アウト。スリーアウトです。しかしこの回タイガース1点を追加しています。小宮山さん、リードを許している展開なんですがこの後ピッチャーとしてはどんなピッチングが必要ですか。いやこれやっぱね、味方打線が援護をして豪快なスイング打ちました。弾き返した打球はセンター。こちらが先ほどの配球になります。アウトコース決まってストライク。156キロがいきなり出ました。インコース決まった。ノーボールツーストライク。3球目打ちました。ヒットになった。これが今シーズン150本目のヒット。ワンアウトランナー一塁です。初球は空振りです。高いですね。低めで打ち損じを狙いたいですね。痛烈な打球、高く上がった。入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、ジャストミートされた打球はフェンスを悠々と越えていきました。ホークス追加点を許します。5対1。相手主砲の一振りでした。その際4点、大きくリードされました。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。バッターボックスには5番オマリー。まあ、前の打席はストレートを打たれましたからここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。あっという間に2ストライクです。まあ、次はボール球をどう使うかですね。なるほど、さあ何を選択してくるか。打ちました。この打球はフライになっています。今宮が掴んで2アウト。バッターは6番松永。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。2アウトになっています。打ちました。さあどうだ、このフライはどうだ、落ちるか。柳田が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガースツーランホームランで得点を追加しています。5対1。タイガースのリード広がっています。4回の
打席には7番バッターアリアス。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。そうですね。そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。打ちました。ピッチャーが取る。アウト。ワンアウトです。バッターボックスは8番梅野。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから。はい、打った。高く上がった。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。今日もマルチヒット。ワンアウトランナー二塁となりました。ここはうまく引っ張られました。いいバッティングされましたね。さあ、ホークス勝ち越しのランナーを背負った場面です。こういった時は制球が大事になってきますから、しっかりと集中したいですね。なるほど、そうですね。低め打った。タッチはアウト。ツーアウトです。打順は1番に帰ります。バッター真由美。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナー1塁です。打ちました。セカンド取った。一塁へ送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたが、タイガース得点には至りませんでした。5対5、同点です。小宮山さん、見たところピッチャーはあまり調子が良くないようですので、ベンチは継投を考えていると思うんですが、いかがですか？そうですね、まあ本当に思い切って交代した方がいいのかなという感じしますね。交代のタイミング見極め中といったところでしょうか。これが3球目。いや、素晴らしい球ですよね。アウトローの変化球、キレがあります。ワンボールツーストライクです。ファウルになります。打ちました。高いバウンド。ショート前に来る。今宮。これで5試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。さあ、ご覧ください、先ほどのプレーになります。このバース、ここ5試合でホームランを量産する大活躍を見せていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか？何よりホームランが打ててるっていうのが好調の証ですよね。なるほど、ここはその好調さを見せたいところ。走ってきませんね。一塁牽制、セーフ。ここは外します。ツーボール。やはりランナーを警戒したでしょうか？そうですね、まあ、ドカーンと大きな当たりです。高く入った。ホームラン。勝ち越しのツーランホームランです。タイガース、これが今日2本目のホームラン。ストライクを取りに行ったところ、弾き返された打球はスタンド深くまで運ばれてしまいました。ホークス勝ち越しを許します。7対5。ここで一発を浴びてしまいました。この回2点ビハインドに変わります。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。このゲーム中盤、ここでリードを奪われます。接戦の中でホームランを浴びています。先ほど捉えられたボールは配球表でご覧ください。初球ボール。さあ、3球目は何か。打った。これもいったか。伸びていく。どうだ。入れば入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ホークス追加点を許します。8対5。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね、レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。試合中盤、徐々にリードを広げられています。
ホークス、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の香山。5番バッターオマリー。ホークスこの回勝ち越しを許しています。豪快なスイング打ちました。打球はセンターへ。柳田抑えてワンアウト。打席には6番バッター松永。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。打球自体はいい当たりでしたから、ここは慎重に行った方がいいと思いますね。はい、そうですね。ワンアウトになっています。ここはバッター少々のボール球当てに来ますよ。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。ファウルになります。入れました、ファウルボール。見逃して三振になります。打順は7番アリアス。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球空振りです。打ちました。センターに大きな打球。センターバック、センターバックする。センターオーバーのヒットになりました。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ツーアウトランナー二塁。やはりピンチになると初球も慎重になりますね。ああ、やはりそうですか。次が3球目。ファウルになります。インサイド落ちました。キャッチャーが構えます。掴んで3アウト。しかしこの回タイガース貴重な得点が入りました。8対5タイガースが勝ち越しに成功しています。お待たせいたしました。ヤフオクドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。タイガースの攻撃、9番バッター糸原。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ホークスビハインドで迎える6回です。打ちました。明石アウト、ワンアウト。打順はトップに帰って真由美。今日はまだ当たりがありません。香山、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド落ちました。ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。バッターボックスは2番亀山。先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。初球打ち、これはどうだ。取った。これでマルチヒット。2アウト。接戦の中でホームランを浴びています。先ほど捉えられたボールは配球表でご覧ください。まあ、肩が強いキャッチャーですから、ここは迂闊に走れないでしょうね。そうですね。初球甘いコース、バットが出ませんでした。アウトコース、ノーボール2ストライクです。体に近いところ。さあ4球目は何か。変化球で空振りを取ります。3アウトチェンジ。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。8対5タイガースがリードしています。接戦の中でホームランを浴びています。先ほど捉えられたボールは配球表でご覧ください。ファウルになります。ノーボールワンストライクです。外れてますか。外の変化球わずかに外れました。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。変化球空振り。まず一つアウトを取りました。ホークスここでピッチャーが変わります。バッターボックスは5番オマリー。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。いや、アウトにはなりましたけど、いい当たりでしたから、ここは注意した方がいいですよね。そうですね。ワンアウトランナーありません。一塁そのまま入ってアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、存在感のあるバッターですけども、逃げずに思い切って攻めていくべきですね。なるほど、バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。コーナーをつきます。
3球目は何で来るか。インサイド落ちました。ファールグラウンドへのフライです。最後はファールグラウンドで掴んで3アウトです。この回タイガース三者凡退です。8回まで来ました。7番から始まるタイガースの攻撃、バッターはアリアス。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ホークスビハインドで迎える8回です。切りました、ファールボールです。次が4球目、見逃して三振です。ワンアウトです。バッターボックス梅野、先ほどの打席はファールフライに倒れています。武田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。バッターボックスには代打の近本。小宮山さん、ここで点差を広げられるわけにはいきませんよね。まあここですよね、ここをどう打ち取るか。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。ファウルになります。ここはストライクゾーンのボールは打ってきますよ。なるほど、そうですか。切れました、ファールボール。これが3球目、アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。ピッチャーが構えます。掴んで2アウトです。バッターボックスは9番糸原。今日はまだ当たりがありません。2アウトになっています。バッターボックスには代打の糸井。2アウトになっています。バッターは糸井、背番号07。ちょっとすっぽ抜けた感じです。2球目打ちました。ここはフライになっています。取って3アウトです。この回タイガース3人で小宮山さん、巻き返しを図るためにもここはぜひ無失点での投球が要求されますよね。いや、これはね、もう本当にバッターにバッティングをさせないような、そんなピッチングをしてもらいたいですね。そんな確かに気迫のこもったピッチング期待かかりますね。低め見送っています。ファウルになります。打ちました。これはどうか、センターへ抜ける。真由美、ヒットが出ます。ノーアウトランナー一塁です。バッターボックス亀山、先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。ヒットでランナーを一塁に置いています。バッターボックスには代打の石峰。さあ、ここでもう一つリードを広げておきたいですね。この状況であればね、点差を広げておきたいですよね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。初球は外、ちょっと浮きましたね。低め中心でゴロを狙いたいですね。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか。また牽制、一塁はセーフ。しつこく牽制を入れます。セーフ。ファウルになります。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど、さあそういった配球で攻めてくるのか。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。3番バッターバース、今日は2本のホームランを放っています。ここもね、きっちり抑えたいですね。そうですね、ワンアウトランナー一塁です。打ちました。キャッチャーが落下点に入ります。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。バッターは DH 八木、今日は3本のホームランを放っています。ここもしっかり抑えたいですね。そう、引っ張った、サード取った、一塁送球アウト。素晴らしい守備を見せてくれました。ランナー出ましたが、ソフトバンクホークス痛い敗戦となってしまいました。
西さん、最後まで粘りを見せていたんですが、残念ながら敗戦となってしまいました。まあいい試合でしたけどもね、もう一息でしたね。そうですね、明日に期待しましょう。勝ったタイガース、接戦をものにしました。